キャプターは、ユーロレーダー社が開発した、パルスドップラーレーダー。ユーロファイタータイフーンの下記完成レーダーとして、開発された。なおユーロレーダー社は、セレックス ES 社、イズ社及びインドラシステマズ社の合資企業である。なお、キャプターは旧称を、ICR90、e、キャプター E は別名を、シーザーといい、2015年に実用化される予定。 ユーロファイタータイフーントランシェイク点にではメカニカルスキャン方式のキャプターが搭載される。これはフェランティ社のブルービックセンレーダーを元にして開発されており、アンテナやその駆動部、デジタルシグナルプロセッサなどはブルービックセンのものを踏襲、あるいはその発展形を採用している。アンテナ直径約70センチメートル6個の列線交換ユニットを含んでいる。 チャンネル数は3チャンネル。戦闘機レベルの大きさの目標については、約 160km、大型目標では、約 320km の探知能力があり、同時に20個の目標の追跡ができるという。トランシェさんでは、フロントエンドをアクティブフェーズドアレイ式に改めたキャプター E が搭載される予定であるが、導入国間に意見の相違があるため、当初計画の 約45%に当たるトランシェ 3A における搭載は見送られる見通し。キャプター E は2007年5月より飛行試験を開始しており、探索距離など巡航ミサイルのような小型目標やステルス性のある目標を探知する能力に資する性能向上を目指すと言われる。ありがとうございます。